はい、工房説の長田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、本日3月の29日金曜日です。はい、本日29日金曜日まで新宿個展のね、事前予約の往復はがき消し印有効となっております。皆さん出せていただけましたか？そして代官山蔦屋さんね、本日までの抽選ね、ありがとうございます。はい、ステッカーもらいました？ハンコを押してくださいました？うん、まあ、今回まあ蔦屋さんの方がね、ステッカーを抽選してくれた人にはね、ステッカーを配るということで、これ言っちゃいけないのかな、まあまあそんなに聞いてないから大丈夫かな。そう、僕のステッカーもらったとは思うんですけどね、実は野原さんの方もステッカーもらえるんですよ。なので野原さんの方もね、よければね、抽選の方行ってくださいね。はい、ということで、ちょっとね、明日明後日し明後日とね、岐阜に僕いませんで、ブログ書けないし YouTube も撮らないしということで、めっちゃたくさんね、材料紹介取ったんですけどね、もうなんとかね、まあ昨日ぐらいまでにはね、全部やり、アップしたかったのでね、アップしました。なので、ネタがなくなってね、まあ今こうやって作ってるのでね、少しだけ、改めてちゃんと材料というのかね、こうやって作った作品ね、改めてちゃんと紹介していきますが、まあ今ちょっとね、もう、ブログ、YouTube がもうね、ルーティンに入ってるんですよね、僕の流れ。なんか、撮らなくてね、アップしないとね、なんか不安なんですよ。そんな感じ。なので、僕の心の安定のために今、動画を撮っております。夕ご飯食べてね、今、事務所の方に来てね、組み立てたやつを今、こうやって撮ってます。はい。バーザイメープル、カリンのトラモクですね。そして、ハワイアンコアっていう感じでしょ？おお、これ見たらもう、おお、いい早っこだねって言ってくれる人結構いらっしゃると思います。一本だけ変えて、変えてないケーキがいる。で、ホワイトオークがいたり、そして、ホワイトオークもね、奈良と一緒で、ね、トラモクというのか、まあ、向こうの言い方するとね、ベアクロフィアドって言いますね。はい、そうそう、熊の爪でね、引っかいたような木が出るという。で、マーブルと、こんだけ。もう本当に全部でこんだけ。もうほんとなくってね。はい。もう今回は全部ペンシルとなっております。ペンシル以外は出てきません。よろしくお願いします。はい。カリンの小目。まあ、濃いやつから、まあ、ちょっとオレンジっぽいです。もう一つ薄いやつ。いろいろと、多分、どうだろう。カリンの木としては、その、木のね、5枚6枚ぐらい使ってるのです。いろいろ種類、今は2種類ですけど、いっぱいあります。はい、まあマカとか、マカと言われる本花林とかね、まあいろいろ種類が実はあるんですけども、なかなかねペンになってね、どれがどれっていうのは分かりづらいですし、材料になってでもどれ、学名でまあ違うやつもあるんですけど、まあどれがどれっていうなかなか難しいですね。で、濃いやつ、これ濃いから本花林ですよね。そんなことないっす。そんなことないっす。はい、本花林って言われる、アンボイナって言われるね、インドネシアの方から出てくるやつの中でも薄いやつもあるし、タイとかね、アジア圏内でもね、粗いやつなのにこんだけ濃いやつも実はあるんですよね。細かいからとか粗いからとかではなくて、ね、木の種類なんですよね。判断の仕方がなかなか難しいのがこのカリンの項目ですね。はい、そしてハカランダ、はい、動画見ていただけました？まあ、こんな風にちょうど色が変わっていくところとか、まあ、ほぼほぼ完璧に島のところが取れたりしたやつとかですね。まあちょっと値段付けもちゃんとしていきます。で、ローズウッドの項目もツートンカラーを含めて。去年はツートンカラー去年は少なかったかな。でもその木がめっちゃいいところだけよね。去年は使って。今年はまあちょっとツートンカラーと含めて、まあちょうど乾いてきたやつを含めて作っておりますので、レベル差はね、去年よりも、
まちまち、ばらつきがあると思ってください。まあ、3万円前後くらいで。はい。まあ、3万円超えるものがでもちょっと多いかなとは思いますけど。はい。まあ、数は、まあ、ここにある以外も持ってきますので、よろしくお願いします。はい。で、まあ、はがきの方がすでに320通、本日金曜日の段階で320通超えました。去年よりも早いペースで集まっているので、どうでしょう。本当、500通くらいは超えるんじゃないかなと思っております。で、パッと見てみたんですけど、ほとんどが2日、3日が多いですね。大激戦でございます。特に2日はやばいですね。3時からなので、どうだろう。30分としても、4回りぐらい。8回りか。8回り、4時間やっても8回り。8波64、64人。どうでしょう。はい。わかりませんが。まあ、第一希望しか書いてない人、結構2日と3日でね、第一希望の人がね、結構何人かいらっしゃいますね。外れたら、まあもう今回はごめんなさいっていうことで。まあ、東京はね、イベント多いっす。まあすぐではないんですが、秋。東京インターナショナルペンショー、今年11月ね、頭ですね、出ます。そして多分12月クリパで出るかと思っております。はい、そんな感じですので、またその時にね、来ていただければ嬉しいですね。まあ、今回は、まあ、あとは、そう、はがきでどうしても送れない人から連絡が来ていますね。そう、海外の方ですね。しょうがないので、もう海外の方はもうおはがきってできないので、その方はメールでのやり取りとなりますが、はい。まあ、しょうがないですね。まあ、本当、コロナがだいぶ落ち着きまして、まあ、インバウンドって言われる海外の方がね、結構来られてね、まあ僕のこともしてらっしゃる方もちょこちょこいらっしゃいますので、はい、ありがたいお話ですね、本当に。まあこんな感じで。まあ今こうやって頑張ってやっております。まあ、ペンシルの方1200本ぐらいは削っていく予定ですね。仕込みはもっとたくさんしてあったんですけども、だいぶ納品に消えちゃいました。で、納品ね、してます。はい。3月頭にしたところはもうほぼほぼなくなってるって怒られちゃってますけど、はい、3月末、今日までに、はい、納品してるところもありますので、また SNS ね、情報を見ていただいてということですかね。あとはね、まあ、電話かかってくるんですけど、まあ、最近はちょっとありがたいお話で、はい、常識の範囲内の時間にね、まあ、9時、5時ぐらいでかかってくる方が多くなりましたが、ほんと夜中はやめてくださいね。ほんと12時以降にかけてる人は何件、何だっていうぐらいいましたからね。まあ、ちゃんと常識範囲でかけてくれた方には、まあ、かけ直したりとか、まあ、その場で取れたりとかしまして、はい。お話はするんですが、はい。公募設事務所に来ることをおやめください。やめてくださいね。こうやって用意し、組み立てとかはね、事務所でやったりとかもするんですけども、はい。販売は一切しておりません。めっちゃ僕使用対応します。はい。来てほしくないので、で、来てくださいって絶対言わない。どのお客さんに対しても同じです。はい。返します。店もしません。はい、帰ってくださいって言います。使用対応です。遠から来てました、関係ありません。どんな理由があろうと事務所に来てもらっても販売はいたしません。取扱い店舗さん、もしくはイベントの方でね、買ってください。まあ、卒業式がありましたね。入学もありますね。まあ、そのためにね、何とかしたいというお電話がね、ちょこ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 あるんですが、まあもう申し訳ございません。もう取扱店舗さんに納品しましたので、もうそちらの方に行っていただくか、まあ次はゴールデンウィークですね。まあ、大会松田屋さんはね、今日まで抽選でしたので、はい。っていうところで、まあ、あと、まあ、あとは何ですか？オーダーとかもね、してくださいというのもあるんですけど、オーダーも一切受けません。はい。まあ、オーダーしてくれる作家さんね、いっぱいいらっしゃると思うんですよね。もう公募設定はごめんなさい。今、やってられません。はい。またそのうちね、やれる時は来る
と思いますので、まあその時また、もう今はごめんなさい。もう無理です。はい。ということで。まあ頑張ってこうやって作っておりますので、まあイベントとかね、含めて来ていただければ嬉しいです。はい。まあこんな感じで。うん。まあルーチェペンとかもね、いろいろ作っております。目標3000本。うん。頑張ります。頑張るしかないです。行くかどうかわかりませんけど。もうひたすら作るのみです。はい。まあでも本当個展の方、まあ楽しんでいただけるぐらい頑張って作っていきますのでね、よろしくお願いします。改めて、ケースに入れて値段つけれるものはつけて、それから、徐々に紹介していきたいと思います。うん。ちょっといつもよりも数も多いし、まあちょっと今こういう状態なので、どういうふうにちょっとやっていこうかわかりませんけど、来週、うん、月曜日夜には帰っていきますので、で、火曜日からね、また動画撮り始めて、まあ、火曜日ぐらいから頑張って作品紹介ね、していきたいと思います。今はちょっとチラ見せ程度ということで、思ってください。はい、というわけで、またよろしくお願いいたします。